連れてかれた。で、さっきの犬だって。なんかついてた。やっぱり興奮しちゃう。お世話にしない？やっぱりこれもやる。いい、かわいい。のとちゃん。お座り。のとちゃん。お座り。お座り。お座りは？ああ、かわいい。ちょっと半端じゃないかわいさ。あの12月が6歳ちょうどだった女の子です。女の子。それでね、想像妊娠が終わったばっかりなんで。何それ。ちゃんとおっぱいが大きくなって、これがね、まだ大きいんですが、ここのおっぱいが大きい。2つがすごく膨らんできてお乳まで出ちゃう。あら、お乳出ちゃったので、ね、舐めたら甘いっていうの。あら、私そこまではあんまりやってないんですが。のっとちゃん、私のバイオリンね、はい、こっちから見たい、自分に似てるの。かわいい。のとちゃん、こっち向いて。こっち向いてって。のとちゃん。これが今欲しいんだな。欲しい。でも食べないのよ。食べないんだけど、その音が。あ、食べた。食べた。うわぁ、食べてくれたね。はい。はい。おぉ。あ、もう、うわぁ、お座りしてる。お座り取れてる。お手もできますよ。あ、お手って言ってみて。お手、取る？あ、伏せした。伏せになっちゃった。あの、伏せの方が、もっとくれると思ったけどね。はい、お手を取る。お手。あ、ちょっと待って。はい。ほら、ほら、ごめん。落としちゃった。あんま食べるのね。でもね、今朝はね、食べてないので。かわいいよ、かわいい。横から見てもね、かわいい。おいしい？これは大好きだよね。あ、ほんと？ペロペロ。おいしいね。でもいい子ですよ。いい子だね。ここら辺では有名犬になっているの。やっぱり、のとちゃん。有名なんだ。ね。柴犬のね、あの、なんていうか、あの飼育率が増えたんです。あ、そうなの。みんながのとちゃん見て。この子のせいかもしれない。はい、美味しい、美味しいね、美味しい美味しい。ここにやると横見ます。ここね、でこれもこういう風にやると、なんて可愛いのかしら。まつげもあるでしょ。まつげも生えてる。あらあら、ね、ただね、この子は普通ここがね、もっと白くなってるはずが、うん、そんなに白いとこないのね。どこ？目の上？目の上、ちょっとあるけど、本当はもっとこうなってますよね。そうですよね。足というか手というか、あれが可愛いわ。踏ん張ってるね。うん、お手。はい。はい、こっちの。お手。お手。お手。もうダメよ、食べるものない。お座りは？食べるものが、食べるものがないと全然しないの、この人本当に。お座り。あー、分かった。注射食べていいの？これはあのお医者さんから来てるので。あ、そう、お医者さんから。予防接種した時にね、よだれ垂らしてる。あ、ちゃんとした、えらい。はい、ちゃんと。朝ごはん食べてないから、それ全部食べてみよう。伏せは？伏せ。お、お、えらい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 。お手をしてもらってください。お手、そうです。でもお手をした人から食べないね、だから。これね、手のひらなんですね。はい、お座りどうする。お座りしました。お手。お手は。お手。お手。はい、どうぞ。あまりも焼き込んで。のとちゃん。のとちゃん。のとちゃん、どうしてそんなに可愛いの。すごいね、綺麗だね。綺麗、綺麗。可愛いのとちゃん。お手。お手、お手。反対、はい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 、こうやってやってもね、絶対ね、噛まないの、こう一生懸命。そう、そのうち噛むかも。偉いね。そう、あんまりある人は怒って噛むかもね。松島県に行く、あの途中でもそれがある。あ、すごい。あ、立っちゃった、立ってる。立ってる。うわー、すごい。
ったまま歩きました。ちょっとトライショーやられた。なんかはものすごいその歌んぼがわいい。ああ、そこはいいです。あったかいわね。今からはそろそろあのだんだんとデロンとして寝るようになってますが、その頃はもうくっついてここにぐるぐるになって、アンモナイトみたいな感じ。アンモナイトだよ。抱っこ。抱っこ。ああ、カメラ時計いい。のとちゃんの。